お疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。え、なんなんだこの人、知り合いか？神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたはたった一人でこの場所見つけ出したのか？春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？GPS だよ。っていや、お前には分かんねえか。なんだよ、感じ悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？神室町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた春日が神室町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中の神室町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの顧問だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？話は20年前に遡る。
資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は。当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。くすみはかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を。ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監とのってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が三人も集まって何乳くり合ってんだい。ああ浜田さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい。あやべえ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで。俺だって今は無職の無一文よ。無一文、少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえか。うるせえ、俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだ。ほらさっさとハローは行くぞ。
なあ、マジか。そうだ。しなかったか。ああ、何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。俺だけ？まあいいや。こっちの方が面白い。よし、行くぞ。やってみろ。よそ見すんなよ。おっしゃ、行こう。
やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あさっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのかな。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。誕生日だったんだ。え、そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげねばな。ああ、それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、うん、おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか、翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。
ってやる。しっかりしねえぜ。おい、来た。見てろよ。やんのか。ダメだよ。あっと。よし、行くぞ。見せてやるよ。よ、お、そうじゃな。あの、いいぜ。ありがとうな。ああ、何か言いたいことだよ。やってやるぜ。俺の番だな。とっておきだ。男の前にあるのは将棋盤か、青空将棋ってやつかな。時間がある時にでも手合わせ願おうかね。
き。してみろ。やめるな。認めてて。よし、いざ。やせてやるよ。俺の番か。ほら来いよ。おい来た。逃げるなら今のうちだ。どうするかね。これだ。戻ってみ。よろしく。あったまきた。やってみろ。あったまきた。あったまきた。よろしく。やってみろ。なえ、そんなやつ。強くなった気がするぜ。なあ、覚悟しろよ。おいよ、俺の番ね。
おい。よし、行くぞ。やんのか。おい、来た。やめんなよ。どうするかね。これで。俺の番ね。よし、よし、決まるかな。
るとはな。おう。ありがとうございます。だった気がするぜ。わしを何か言いたいことがあるぞ。おい、来た。待てよ。
ありがとうな。待て！
あの、ダメだ。私は翔太を守りたいだけなのに。ちょっとは落ち着いたかよ。あのプレゼントは翔太が誕生日だったと知っておっさんがあげたんだ。ただの善意だよ。誕生日？あんた自分の子供の誕生日も忘れちまってたのかよ。それでよくおっさんを責められるの。お父さん、お母さんがいなくなってからすごいお仕事頑張ってて、だから忘れちゃうのも仕方なくて。いや、どんな理由があれど子供の誕生日を忘れるような親は親失格だ。お父さん。お母さんを病気で失って以来、お前に不自由をさせないために必死になって働いてきた。全てはお前のためだと思って。それは間違っていたのかもしれない。わしとあんたは似ているかもしれんな。え？実はわしもこうなる前は家庭を持っていてな、翔太君みたいな可愛い息子もいたんじゃ。わしは貧乏な家で育って苦労をしてな。だから自分の子供にはそんな思いをさせまいと朝から晩まで働いたんじゃ。家庭も顧みずにな。そして家族に愛想を尽かされ、結果このざまじゃ。本当に大切なものを見誤ってしまったんじゃな。人生には失敗がつきものじゃ。だが取り返せる失敗と取り返せない失敗がある。あんたはわしとは違う。まだチャンスんじゃないのか。チャンスか。お父さん、その本棚いいの？何がおかしい？本を買うんだから本棚は必要だろ。よく見たら悪くない本棚だ。お父さん。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。さっきはすまなかった。かけてみるとするよ、あんたの言うチャンスとやらにね。いい本を選んでやってくれ。もちろんだ。
おじさんたち、どうもありがとう。本棚、僕一生大切にするからね。ああ、お父さんと仲良くな。うん、それじゃあ。よかったな。ああ、前にホームレスのプレゼントなんか誰も喜ばねえとか言ってたけどよ、ありゃ間違いだぜ。おっさんが渡したものは汚くも臭くもねえ、愛のこもった最高のプレゼントだよ。